金国安とのラウンド16を戦って翌日帰国、今日のゲームに臨んでいます。左エンドホーム東京、右エンドアウェー広島、高山主審の笛が鳴りました。前半の開始です。このゲーム対東京、攻撃のキープレイヤーになるはずです。動かしといて浅野は利き足でふわっと真ん中を狙ってきました。旗のナイスセーブ。これが先ほどのセットプレーでのドグラス・ビエラのヘディングシュートです。前に上がって東のパス。さあここからですとカットインから、お縦いった、浅野が右足で折り返しチャンス、ドーグラス・ビエイラ、この右足森島が打つ、浅野パス、後ろから青山ミドルシュート、コースが変わってクロスバー、ドーグラス・ビエイラ。そうですね、こうやって押し込まれて FC 東京のディフェンスラインが下がるとこの青山のミドルシュートあるんですよね。浅野も動きを入れますが青山ワンタッチ、テンポ変えます、ドーグラス・ビエイラ、狙いすまして茶島浮き、ドーグラス・ビエイラ、茶島のクロスに合わせました、ドーグラス・ビエイラ。青山はふわっと入れます、畑野が出る、浅野を拾って外、佐々木のヘディング、ヘディもう一回ヘディングだ、ヘディングヘディングで狙って最後荒木。いや、これ左足のインスイングのクロスですね、その折り返しをもう一度逆サイドで荒木がヘディングで合わせました。おお、チャンス、あ、林が出た、アダイウトンが行く、セカンドチャンス、これで前半終了の笛です。左エンドアウェー広島、右エンドホーム東京、後半の開始です。ドーグラス・ビエイラ出し入れ、お、これでちょっと東がクロスを入れました、ヘディングシュート、手前で頭に当てたのは浅野ですか、運びに行く青山ワンタッチ、勝負か、東狙った、これはサイドネット、左ウィングバックの東です。ここも青山から外に出して、まあ、クロスでもよかったんですけども、はい、入ったばかりの今野、いきなりドリブルのチャンス、アダイウトンがスピードを上げた、今度は右に流し込んだ、チャンス、中村拓海折り返し、三田の右足、今野のドリブルから、はい、前でボール奪ってからですけれどもね、これで切り返して中見て、はい、ワンタッチ折り返してシュート、今野、おー、ね、チャンスだぞ、内田がマイナス、引き足にも三田のパスから中村穂高だ、崩し切った FC 東京、なんと最後ペナルティーボックスレフトバック中村穂高が出てきました、先制しました、東京1対0。ここの動きは良かったですね、このハウスペースを多く使ってこれ打つかなと思いましたけれども、よく見てましたね、もうディフェンスもかなり目の前にいたんですけれども、はい、もうあえてあの天井を狙ったシュートですね、もうあれ低いシュートだと多分あのシュートブロックの足に当たってたと思うんですよね、やっぱこう浮かして上を狙ったことでこうゴールにつながりましたね、いいシュートへの判断でしたね。探してますが場所を見つけにくいという状況を、チャンスだぞ、折り返して浅野入れてきた、おっとこぼれ球、これは中村穂高がヘディングで逃げます、決定機広島、深いところに品田はラフに入れます。さあ広島ゴールにもう一回迫られる、あ、ここで長い笛が鳴りました。ACL から帰国初戦の FC。